どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、またねリフレクターくん、派遣社員、最強の派遣社員リフレクターくんを使って出張していただこうかなと思います。そろそろマジで老気表やばい、サブ老気表って、引っかかってくる。今日はですねスクラップ、皆さんお気づきでしょうか。いつだったかな、動画多分レモンバスターかなんかの動画だったと思うんですけども、第3戦にあのスクラップリフレクターみたいなデッキにボッコボコにされたんですよ。ボッコボコのボコにされまして、パクパク、パクパクパク、リスペクト、リスペクトします。今日はですね、スクラップ型リフレクター、これね結局リフレクター何度も言ってるように、あのフィールド魔法をサーチしてくることに長けてるんですよ。このフィールド魔法系のスキルとこのエンフェが使えるからね。なので、まあ、これそろ、まあ、やばいけどね、エンフェ禁止はさすがに今ジグナーリューなんでやばいけど、でもこれ OCG でも禁止になってるんで、ワンチャンあり得るまであるけどな、これ本当に安定するから。で、どういう風なムーブをしていくかっていうと、まずエンフェとかでね、結構その簡単に展開はできるんで、フィールド魔法をサーチしながら、なんでスクラップファクトリーを持ってきつつスクラップドラゴンとかを立てられます。結構簡単に、リフレクター効果で、いつものムーブ、いつものリフレクタームーブ、いつものローキョウイハルムーブをして、これで、エンフェ出しますよね。でエンフェの効果で、いただけたつもの山をブチコーンブチコーンで破壊してスクラップファクトリーを持ってくると。でファクトリーはまだ発動しなくてもまあ別にいいっちゃいいんだけど、でここで、こいつの効果で、例えばね、シャークがあるとマジ宇宙、まあ効果でエンフェの効果でシャーク召喚しますよね。でスクラップファクトリー発動するとあのシャーク破壊されるんですよ。魔法トラップモンスターの効果が発動した場合こいつ破壊されるんで、で破壊されて、デッキからスクラップモンスター墓地送るよって僕は思ってるんですけど、これで破壊されるとどうなるかっていうと、ファクトリーの効果とシャークの効果が発動すると、これがまあいわゆるシャークファクトリーっていうあのスクラップの、まあ、伝説ムーブですよね。これはめちゃくちゃ強い。でファクトリーの効果で、チェーン1なんかそのスクラップモンスターを特殊召喚できる、デッキからでシャークの効果で墓地にスクラップモンスターを送れると。でここで墓地に送るのがレベル3かレベル4のモンスター中なね、送っといて、でデッキからゴーレムを出すと。こうするとゴーレムの効果で墓地のスクラップモンスターを釣り上げるってことができるんで、これで3か4を釣り上げるとレベル9かレベル8ができるんですよ。だからスクラップドラゴンかスクラップツインドラゴンが出せると。これでエンフェ、スクラップドラゴンかスクラップツインドラゴン、スクラップファクトリーっていう鬼のような盤面ができるんですよね。これめちゃくちゃ強い。ほんで何が一番その強いかっていうと、スクラップ結局ねカイドロイドをケアできるんですよ。カイドロイドっていうワンキルを阻止できるそのカードが、まあ、今強いじゃないですか結構ね。これをケアできるんですよ。どうやってやるかっていうと、スクラップゴーレムの効果でスクラップゴブリンを相手の場に送りつけるっていう、これ相手でも自分のフィールドのどっちでもいいんですよ。その特殊召喚するのはスクラップモンスターを、これでこれゴブリンを攻撃表示で相手の場に送りつけて、で自作自演してスクラップゴブリンは戦闘破壊されませんから、そのターン。なので、ゴブリンをゴーレムとかこの辺のなんかエンフェとかスクラップドラゴンでぶち殴るっていう、こうするとカイドロイド意味なくなるんですよ。めっちゃくちゃこれが強いです。これが勝ち筋主な自作自演ウィンっていう、これが、ね、主な勝ち筋ですね。まあちょっと枠の調整は結構難しいとかあるんですけど、まあ、クリボールとかないとちょっとワンキル環境なんで、なんだかんだ防御部だと何らかのカードがないときついから、まあ、一応入れてるんですけどね、枠がなくて結構もうちょい入れたいんですけど枠がねえっていう問題です。はい、ということで早速自作自演ワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方10代くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあいただけさせようとかいう超ブラックフェザーっぽいで、スキルを発動し、俺は手札よりサイキックリフレクターを召喚。リフレクターの効果発動、バスタービーストを手札に加え、バスタービーストの効果を発動。これはマジで理想ムーブ、これはガチ理想ムーブ。バスタービーストの効果によってデッキよりバスターモードを手札に加え、そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手にチラ見せすることによって墓地のバスタービーストを1体特殊召喚していく。そしてレベル6バスタービーストに
レベル1サイキックリフレクターをチューニング。聖なる守護の光がうんぬんかんぬんしてどうのこうの、エンフェ効果発動、フィールド魔法カードを破壊し、デッキよりフィールド魔法カードを手札に加えていく。そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果発動、手札よりスクラップモンスター1体スクラップシャークを特殊召喚していく。そしてスクラップファクトリーを発動、シャーク破壊されファクトリーの効果チェーンし、シャークの効果発動、スクラップシャークの効果によってデッキよりスクラップモンスター1体を墓地に送ることができる。そしてスクラップファクトリーの効果、デッキよりスクラップモンスター1体を特殊召喚、スクラップゴーレムの効果発動、スクラップゴブリンを墓地より自分のフィールド上に特殊召喚。そしてレベル3スクラップゴブリンをレベル5スクラップゴーレムにチューニング。集結せよクズ鉄の魂たち、虫の刃がどうのこうの、スクラップドラゴン、かっこいい、スクラップドラゴンスラッシュバスター作りませんスクラップドラゴンスラッシュバスター作りませんか、トマミさん。私からの提案全新規のモンスターにスラッシュバスターをくれ。さあリーマド OK、 リーマド OK、 ネオス OK。 ただネオスはねそんな簡単にこの打点超えられないと思うんだね、3000っていう。なんだかんだこのやっぱ3000打点のこの攻守結構強いからね、これなんだかんだ。はい、ネオフィオいいでしょう、そこまで把握します。いいですよ、助けるんですか、助けるですか、助けると送りますか、助けるではない、あれ助けるではないんですか、なるほどですね、助けるではないか、癖ありますか、癖ない、癖ない。ではですね、史上最強の自作自演を史上最強の自作自演を私お見舞いしましょう。スクラップドラゴンの効果、スクラップビーストを墓地に送り、俺はてめえのなんかよくわかんないモンスターを破壊し、スクラップファクトリーの効果にチェーンし、スクラップビーストの効果も発動、墓地から回収するやつだよ、ね、ゴーレム回収しとけんだよ、これ。そしてスクラップファクトリーの効果によってデッキよりスクラップゴーレムを特殊召喚、そしてスクラップゴーレムの効果発動、てめえのフィールドに超最強モンスターを送りつけてやるぜ。さあカイトロイド、投げれるもんなら投げてみやがれ。20代さんよ、息してるから。さあ攻撃力0、まあ、200になるんだけど200が突っ立っております。攻撃キャッチバトルだ、おらてめえのモンスターなんて殴ってやらないぜ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ダークシグナーカーリー渚さん、あれなんかありました、なんかありました。お、コーリング強いじゃん、なかなかハンド強いじゃないか、やりますね。これはですね、まあワンチャンマジでこれですね、あいつはほっとくとやばいんで、あのエヴァリーさん、まあね、バウンスするっていう、エヴァリーさんはバウンスするって決まってるんでエヴァリーパイセンはバウンスします、基本的には。出てきちゃったね。はい、ならいいでしょう。ウォーテリー、ウォーテリー OK、ウォーテリー吐く、ウォーテリー吐く、まあ、ちょっと通るかかんないよな。で、7進行でここで、多分エヴァリー OK、 エヴァリー OK、 エヴァリー吐く OKオッケー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 、セッツセッツ吐くオッケー、よっしゃ戻す、あいつは絶対魂をかけて戻す。サイキックリフレクターを召喚、サイキックリフレクターの効果発動、デッキよりバスタービーストを手札に加えていく。そしてバスタービーストの効果発動、なんかあんな、あー強化として、あ、ツードローですか、あー強いですね、それは強いな、これシンプル強い、これ戻して間に合うかな。エネコン、うわー、マジスカロックンロール、それはマジスカロックンロール、一応圧縮しとくか、一応圧縮だけしとくか、圧縮だけしといて、いやマジスカロックンロールだなそれ、終了するしかない、終了するしかない、レバリー効果、やべえ、死ぬ死ぬやばい、
やばいかなこれ、いやこれやばいかなこれ、やばいかなこれ、もう一回新居されて殺されて、なんかコーリングからの新居からのもう一体展開されて殴られたら 俺終わるんだけど、いやー強えー、やべえか。オッケー、そこまでを吐く。であれですか、コーリングですか、これさすがにっていうのは多いな、さすがにきついかこれ。コーリングオッケーで、パスティーオッケー、いやーこれやばいかな、これやばいかな、タイムパッセージで4、10、10、10か、10、10、あそういうこと、あそっち、はいはいはい、あ8ね、はい8オッケー、8オッケーで、スクドラかな、スクドラですかね、スクドラオッケー、そこまでで、そこまでそこまででしょ、そこまででしょ、あオッケーオッケー、やばかいせ、あそれはもう全然いいですよ、オッケーオッケー、そこまでそこまでそこまで、モンスターやめよう、モンスターやめよう、よし、ねえ、できたー、きたきたきた、生きろ、姿は美しい、クリボール頼む、きたか、じゃあもう人格じゃない、スクラップシャーク召喚なんもない、オッケー、スクラップファクトリー発動で、スクラップファクトリー効果、スクラップシャーク効果、これは人格系スインするしかないな、スクラップビースト墓地送ってで、スクラップゴーレム特殊ガン、スクラップゴーレムの効果発動、スクラップゴーレムは墓地のスクラップモンスター一体を自分またはアイドルフィールド上に特殊ガンできる、俺はスクラップゴーレムにレベル4スクラップビーストをチューニング、リミット解放レベル9集結せよ、デスの魂たちスクラップラインオーバーブーストバトルシーケンスアクティベートランチラリー新規の召喚、スクラップツインドラゴン、そしてスクラップツインドラゴンの効果を発動、スクラップツインドラゴンの効果によってフィールド上の自分のフィールド上のカードを破壊し、てめえのフィールド上のカードを2枚選択し、これはスクラップドラゴンは別にほっといていいんだ、エヴァリーバックバックとエヴァリーを手札に戻す、ファイナルツインオデッセイバトルデストラクトツインバースト、よし返したぞ、魂魂セッツオッケー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 ドロー、ファクトリー反応なし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 、バスターモード、いやこれはこれむずいな、これむずいぞ、これむずいな、これどうしたらいいんだ、これはバックは2枚戻さなきゃいけないな、多分あれ絶対に、ですね、なんもないんだよな、多分なんもない、なんもない、なんもないんだよな、なんもない、なんもないんやったら、いやーゴブリン落ちないか、ゴブリン落ちないから、しかも引いちゃってんだよな、ゴーレムは、ファクトリーでしょ、で、シャーク、シャークだ、シャーク。で、ツインで、シャーク破壊で、相手のバック2枚戻して、はい戻してで、ファクトリー効果、あ、でも切り取れねえな、切り取れねえ、切り取れないから仕方ないか、ゴーレム引いちゃってんだもんな、ゴーレム引いちゃったから無理や、これはもう1回シャークかな、シャークだね、シャークだね、シャークしかないね、ゴーレム出してもしょうがないから、シャーク、いやー取れねえか、切る、まあ、しょうがないか、セットするしかない、もうやらない、バトルシャークでアタック、あはいオッケー、よし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 、なんかちょっと詰めてるようだった、今いけたんかな、いやでも多分ゴーレム引いちゃってるからモンスター増やせないから多分無理だと思うよ、多分無理、多分無理、さあコーリングはありますか、コーリングはありますか、なぎさちゃん、おお、ふう、さあお相手の方、闇遊戯くんよろしくお願いします、デュエルスタンバイ、粉砕してくれ勇気、いくぞ勇気、ちょっとねこのデッキの課題としてはですね、リフレクター、このパターンねリフレクターが引けてないパターンだとちょっとやっぱね若干遅いんでね、まあシャークとファクトリーっていう2枚の組み合わせ、まあ大体確率 22%
を引くか、まあまあ、ゴブリンセットでももちろん濁せるっちゃ濁せるんだけど、まあ、やっぱり、ね、結局リフレクター系っていうところはあります、ぶっちゃけね。 OK で、16で16でエンフェ、エンフェいいでしょう。お、攻撃表示、攻撃表示やるな、なかなかそれは勇者やな、殴るぞ普通に。アトランティス、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 どういうこと。エンフェ、はい、エンフェモンスター1体を召喚していく、はいはい、どうぞ。あーんと、カタパルトタートル、はい、魔導士の力、はいはいはい、なるほど。コンセントレート、あーんと、はい、あれ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 、おい、デュエルしろよ。